どころじゃねえだろ。伊豆井のパパの葬式だっつうのによ。ご焼香させてもらおうと思ってさ。ありがとう。あれ、お前さん一人っきり？親類縁者一人もなし、なしごってわけ。いや、でもさ、パパの会社の人とか友人なんかは？誰にも知らせなかった。私一人の手で天国に送ってあげたかったから。愛してたんだな。まあね、言わせていただきますと、ママが死んでからってものは、私はパパの娘であり妻であり母親ですらあったんですから。一応は最後の面倒までしっかり見ておきたかったわけ。